古代メソポタミアの神々をかたどったヨハシラの同合金製の基礎心臓。角ある冠が特徴的である。紀元前2130年頃、アヌンナキとは古代シュメール、アッカド、アッシリア、バビロニアの一群の神々である。この神々に関する最古のシュメール語の記録はアッカド帝国以後の時代のもので、アヌンナキはパンテオンでも最も強力な神々で、 天空の神アヌと大地の女神機の子孫であり、人間の運命を司った。20世紀の後半以降、この神々は、アービング・フィンケルのようなシュメール語研究家や、考古学者たちにとっての新たな研究対象となってきた。アッカドの遠筒印象。玉座に座して崇拝者に囲まれている、おそらく、ニンフルサグと思われる、植物神の姿が描かれている。 紀元前2350年から紀元前2150年頃、アヌンナキという名はシュメールの天空神のアヌに由来する。この名の表記は様々であり、ダヌナ、ダヌナケヨンネ、ダヌンナなどで、おそらくアヌの子孫を意味するが、初期の特にシュメールの文書では広く神々を意味することして使われていた。アヌンナキの神々は、 大地の女神器とアヌの子孫であると信じられていた。サミュエルのアクレーマーは、木とは、シュメールの母神のニンフルサグのことだとしており、もともとは、同一神だったと説明している。アヌンナキの中で最も古い神は、大気の神エンリルであり、シュメールのパンテオンでは主神だった。シュメール人は、エンリルの誕生以前は、天空と大地は分離せず一体だったと信じていた。その後、 エンリルが天空と大地を二つに分かち、エンリルは大地を取り、父アヌが天空を取った。アヌンナキは主に文学的な文書で言及されている。彼らの信仰が存在していたことを示す、考古学的な証拠は極めて少ない。これはアヌンナキに含まれる神々は、それぞれ独立した信仰対象であったことを示している可能性がある。同様に、 集団としてのアヌンナキを描いた事物も未発見である。ただし、属する神を個別に描いたものであれば確認されている。古代メソポタミアの神々は、ほとんどが擬人化されていた。神々は、波外れた力を有していると考えられていたし、物理的なサイズについても、とてつもなく巨大だと想像されていた。紀元前2300年頃の赤ドの円筒印象。 アヌンナキのうちの三人、イナンナ、ウト、エンキの神々が描かれている。アヌンナキという言葉の原尊最古の使用例は、ラガシュオ王、グデアの知性とウルダイ三王朝の間に書かれた、碑文にある。初期の文書では、この用語は、シュメール神話の中でも、最有力、かつ最重要な神々、つまり天空神案の子孫を指している。この一群の神々にはおそらく、 運命を定める七人の神々が含まれていた。アン、エンリル、エンキ、ニンフルサグ、ナンナ、ウト、イナンナの七柱が知られている。シュメールの重要な神は、ほぼ全員がそれぞれ特定の都市の守護神でもあった。その都市の国益を守る者として望まれていた。その都市の神殿が、その神の永久の住まいであると信じられていた。 フルリのフルリ神話とヒッタイトのヒッタイト神話では最古の世代の神々がより新しい神々によって地下世界に追放されたと信じられていた。冥界は女神、レルワニが支配しているとされた。ヒッタイトの筆記者はこれらの神々がアヌンナキだとみなしていた。古代フルリ語ではアヌンナキはかつての古き神々か大地の神々キャルルズサインズと呼ばれている。 キッタイトやフルリの条約文では、しばしば制約事項を遵守するため、古い神々への宣誓がなされていた。ありがとうございます。